にちは。囲碁が大好きなカラス天狗のクーロンです。今回は龍谷の本因坊屋敷跡を紹介いたします。江戸時代龍谷に囲碁の家元本因坊家が幕府より廃業した屋敷がありました。現在囲碁のタイトル戦に名を残す家元本因坊家の初代本因坊三佐は京都の寂光寺の二代目住職で、囲碁の名手として織田信長豊臣秀吉の御会に参加していたとも言われています。慶長8年に徳川家康が江戸幕府を開くと、三佐をはじめとする有力な豪打たちは江戸へ招かれ滞在するようになります。ただこの頃はあくまで京都を拠点としていて、定期的に江戸へ出向いていたそうです。小内たちに江戸での滞在先として屋敷が与えられますが、当初は江戸の町づくりの起点となった日本橋付近、その後芝烏杉などへ移転し、家元制度が確立した四世本因坊等作の時代である元禄元年に、本因坊家は両国橋近くの本所相生町に屋敷を廃業、幕末まで続くこととなります。しかし様々な記録を見ると、十世本因坊列元は湯島石坂下に住んでいたとの記録があり、十二世本因坊上庵の時代には上野の車坂下の道場で本因坊秀作らが修行していることから、しも常に本所に住んでいたとは限らないようです。現在本所の本因坊屋敷跡にはマンションが建っていますが、かつて本因坊が住んでいたことを示す考察が建てられています。そのすぐ近くには忠臣蔵で有名な吉良邸跡に作られた本所松坂町公園があります。吉良邸があった本所松坂町と本因坊屋敷のあった相生町2丁目は隣接していて、吉良邸正面玄関の斜め前に本因坊屋敷があったそうです。ですから赤穂浪士の討ち入りの騒ぎを本因坊家の人々が聞いていた可能性もあります。ちなみに討ち入りが行われたのは元禄15年12月14日、同年3月26日に御政道を奪われた本因坊道作が亡くなり、家督を継いだ本因坊道智は当時13歳で、井上道節隕石を後見として迎えていました。本所の廃業屋敷はその後も幕末まで存続していきますが、家元の後ろ盾となっていた幕府が崩壊すると、明治2年明治新政府は家元の俸禄を減額、そのため当時の当主本因坊秀和は廃業屋敷の一部を借家として家計を維持していきます。ところがその直後にその借家から出火して邸宅が全焼、秀和は倉庫で雨露をしのぐ苦しい生活に追い込まれます。それを見かねた弟子が再建のために資金援助を申し出ますが、秀和は類焼により被害を受けた人もいるのに、地元の自分だけが早々に再建するわけにはいかないと辞退。明治4年には家禄奉還となり、生活はさらに困窮していき、その2年後失意のうちに亡くなっています。本因坊家の長い歴史を見守ってきた屋敷跡の周辺には、大相撲発祥の地である恵光院や勝海舟生誕の地など数多くの史跡がありますので、歴史好きの人は両国駅あたりでパンフレットを入手し、史跡巡りをしてみるのもいいでしょう。